ハリーポッターです。ハリーポッター、ハンバーガー、ハンバーガー、アゴー、ゴンゾー、ゴンゾー誰、町田商店知ってる、ほら来い来い、あーこ、目的地に到着しました。皆さんお願いします。はい、新年2回目のねアルバイトジャンプ大会、一番高いところ目指して頑張っていきますのでよろしくお願いします。アルバイトをジャンプすな。いや、やっていきますか。今日もなんか弾きました、レレイさん。真っ白です、よろしくお願いします。ありがとうございます。僕弾いた。お、なんか弾きました。うん、マネキンって役職弾きました。マネキン、こんにちは、ハリーポッターです。ハリーポッターさんだ。ハリーポッター、ハリーポッターに出てくる、確かになんかそんな感じの顔のやついたよな。あ、やばい、これは耐えてます。お、これはハリー、これネロちゃん、俺ハリーポッターってこと、はい、それアロホモラです。うわ、ありがとう、はい、ハリーポッターになった俺。ハリーポッターまたいるな。ウイス、ハーマイオニー、グレンジャーです。ハーマイオニーだ、ハーマイオニー、グレンジャーです。ウィンガーディアムレディオサー、違うわ、あなたのはレビオサーよ。あなたが言ってるのはレビオサー。あ、中3じゃ絶対ウイス、お、火消しの鬼だ、ありがとうね、火消しの鬼だ、やめとけお前、なんやそれ、知らんぞそれは、火消しの鬼なんだ。見てください、中3、俺ハリーポッターなんです。ハリーポッター、これが、これが似てる、どこが、めちゃくちゃ似てるじゃないですかこれ。傷を見りゃ分かるでしょ。うん、え、頭に傷ついた、ほんまや、傷だけ、傷とメガネだけ、歯ガッタガタなって持ってるで、うん、歯ガッタガタやけどこれ大丈夫、まずいですよ。あ、あ、隠れてください。あー、おい、だ、おい、めちゃくちゃ人外が重なってたんですよ。あ、なんかちょうだい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 、きたー、ハンバーガー、きたー。ハンバーガー、ハンバーガー、肉、トマト、レタス、メロン。ハンバーガー、きた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 、ハンバーガー、キャベツ。すげえ、このハンバーガー。もうやっていきましょう。みかん、トマト、レタス、肉と。なあ！危ねえ。危ねえ。これ肉。お、すげえこれ。肉。肉から始まる。肉から始まったやつだった。優秀な人材を探し。あ、僕優秀ですよ。優秀な人材探し。ね、肉メロン、レタス、メロン、肉だったわ。嘘でしょ。メイヤさんに今ハンバーガー屋の仕事を辞めさせる権利が僕持ってるんですけど。そんな、いいですか。そんなことしないでよ。ハンバーガー辞めたい、辞めたいですか。いいよ。見てないですね、メイちゃん。メイちゃん、やい、お前んちお化け屋敷。カトー、ほらカトー、ほらカトー、ほらおばあちゃんじゃなかったっけ、おじいちゃんだったっけ。あれ、早い、早いな、死ぬのが早くない、死ぬのが、どうやって死んだの。ゴンゾー、ゴンゾー誰、誰、ゴンゾーって誰、いないんだよ。八山ゴンゾー、お、八山、これね、唯一このキリネロちゃんだよね。どうやって記録るたまるんですか。いや違う、瀬戸がネロちゃんに村長渡して瀬戸死んでるべこれ。いや違いますよ。あ、そうだろう。ああなるほどね、瀬戸がネロちゃんに渡すって言ってネロちゃんが人外だから瀬戸が死んだっていう主張をハッちゃんはしてるってことか。じゃあなんか俺に渡すって言って俺逃げたんよ。うん、そりゃ上で死んでるように見えてたんだけど、わかんない、ちょっと時間のずれがあるかもしれない。僕じゃないですよね。じゃあハッちゃんじゃん。いや違う、だから逃げ切ったのよ俺は。なんで逃げ切るの、村長から。そうだよ、なんで欲しくないの。い、まあ、その行動が黒いよねって言われたらそうだけど、あ、俺だったかな。ストーリー聞かせてくださいよ。なんでなんでなんで物語は、物語は
そう、宿舎前で始まったんです。何月？4月です。長いな。遠いな。長いな。2ワンなんだ。また俺が湧いたら瀬戸朝日とネロちゃんが二人で俺がやったんじゃねえかって問い詰めるから、俺じゃねえよって言ったら、瀬戸朝日がお前にシェリフやるよ、ネロちゃん見てたよ。僕はその声にびっくりして逃げたんだ。そしたら後ろで長渕の癖がすごい。ロングトーンすもんね。瀬戸朝日の悲鳴が聞こえた。時間稼いでんだろこれ。ロングトーン。長渕乗ってきた。乗ってきた。時間稼いでんだろこれ。聞こえた。犯人は本当だ、悲鳴聞こえるって。ネロちゃんあんただろう。どうって。悲鳴聞こえないって。悲鳴は聞こえないですってなんか変じゃない。すいませんでした。悲鳴が認めんだよ。絶対ここは耐えるです。耐えるです。耐えるです。ジャッカル生きてるです。耐えるです。あ、こんにちは。ちょうどいいとこにいたな姉ちゃん。ちょっとこっち来なよ。ちょっと待って、ちょっと来なよ。ちょっとハンバーグだけ作らせて。はいはいはい、ハンバーグだけ作って、はいはい、お、よしよしよし、話聞こうか。姉ちゃんさ、最近どこで遊んでんの？最近ね、渋谷のヤーシブのさ、ヤーシブ町田商店って知ってる？え、知らねえ。あそこマルキュー？そう、マルキューからちょっと遠いんだけど、あそこの町田商店めっちゃいいんだよね。はちゃはちゃ、早く、はい、うわあ、はっちゃんがやりました。嘘でしょ。ああ、じゃあはっちゃん、なんだ、人外です。なんだろう、こいつは。なんだ、弱いな。おい、使いやがったな俺を。ここから先通行止めなんで、ここから先通行止めなんで、すいません。はーい、工事中です。今通行止め取ってくれていたよ。どっちがですか、これ。あー、来いよ、来いよ、おら、助けて、来いよ、助けて、助けるわけねえだろが、ボケ。あ、ちょっとごめんなさい、ここ通行止め、通行止めです。はい、下がってください。はい、下がって、下がって、はい、下がって、危ないよ。ダメダメダメ、危ない危ない、ダメダメ、検視中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 だよ。写真撮って SNS にアップしたんだけど。はい、ダメダメ、ちょっと一回こっち、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 一回こっち来て、一回こっち来て、ダメダメ、出て出て。すいません、スタッフさん、スタッフさん、ドア閉めてもらって、スタッフさん、ドア閉めてもらって。お前、こら、こっち来い、お前もここで死ぬ。あれ、あっと、スクープハンが確実に捕らえましたよ。捕らえました、捕らえました、完全に捕らえました。名誉さん、あなたですよ。いや違うよ、一旦スキップしてほしいんだよな、これでも。次の会議になったら俺は真相を話せる。このターン話せないんだよね。全てを握ってるんだ。なんでこのターンで話せないんですか。このターンで話せない理由が一つだけあるんだよね。スクープ、スクープ。じゃあコックピットで記者会見と。そうだね、コックピットで一回ちょっと記者会見させていただいて、緊急特番。そうですよね、じゃあ警備員やります、うん、カメラマンやります。じゃあ、うん、僕と瀬戸でキャスターやります。お願いします。レレイさん、はい、あなたこのターンも引きずり回しでですよ。ほら来い来い、あー来いレレイ、お前はこのターンもだ。これほら、連れてきた、連れてきた、助けて、連れてきた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 よ、連れてきましたよ。皆さん、記者会見の時間です。はい、おい、はい、このね、誰か助けて、何やってんすか、言ってました。あ、食べれてます。この人はね、悪いことしたんですよ。待って、マスコミに踊らせるな、マスコミに踊らせるな。皆さん落ち着いてください。落ち着けるか、これが落ち着いたらやれますか。落ち着いて、有罪です。有罪、記者会見をお願いいたします。カメラマン死んでもうてんねん。死んでしまった。そうやって全国に情報を発信させないつもりです。じゃあもうこれは最低だ。お前は最低人間だ、お前は最低人間だ。こんな悪行を見逃せませんよ。これはこいつを助けたからレポートするんだな。
こいつを助けたかったらレポートしろ。本当に敗戦してください。早くレポートして、早くレポート、早くレポート、早くレポートしろよ。あもうビビビビビしてる。いるわ、マジ。これいる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 。瀬戸朝日は恋人ですか、恋人陣営ですか。あ、ブブーだ。恋人じゃないって。恋人じゃないわ。恋人じゃないって、なるほどね。じゃあ、チャゲポヨ、チャゲポヨは恋人陣営ですか。そういうルールのね。あ、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 違う。なんか今フェイトは違うんだ。人類っぽさはあるみたい。あるな。でもスイッチ切ってるからね。一旦置いとく。違うよ。一旦置いとくからね。恋人か聖者だもんね、これ。じゃあ、じゃあミサトラン、ミサトラン行くか。はい。はい、じゃあミサトランは恋人陣営でしょうか。あれ、そうせんじゃん。めちゃくちゃ恋人じゃねえか、お前。やるじゃん、お前。どっか飛んでってもんでるやんか。わかったー。ほんとにいけたー。あれ、ちょっと待って、ほんとに恋人、ほんとに恋人だ、強すぎる。あー、お前、お前らかい。やっぱね、こういう風にね、なんかさ、俺は、俺はしっかり働いてるみたいな。目的地こちらです。俺はしっかり働いてるみたいな。目的地ここにありました。おー、すごいいっぱいいる。あ、やばそう。やばいやばい。目的地ここです。危なっ。目的地ここでした。これ死んだやろ、誰か。うわー。あ、何枚だ。全員死んだぞ。全員死んだ。うわ、あー、やば。茶番劇場全員死んだぞ。何があったんだ、茶番劇は。いや、なんかミサトランのことをいっぱい褒めたら役職あげるよって言って、チャキポヨがいっぱい褒めてたところに波動砲が飛んできました。そうやな。なるほど。メイ様以外の3人は波動砲です。メイ様も波動砲です。目の前で目の前で、うまいな、ね、足湯しかいねえじゃん。あれ、何、足湯しかいねえじゃん。いや、ちょっと待ってください。聞いてくださいよ。僕はね、展望デッキでポンズネロちゃんといました。確かに。ポンズ野郎がラウンジを探していたんですけども、ネロちゃんがこれはインポスターを探すゲームだというのを教えてあげました。うん、ありがとうございます。ネロちゃんのダウジングで、ポンズがですね、インポスター探しに行きました。で、僕以外、反対方向に走っていったんです。ということは僕はインポスターではありません。なるほどね、ネロちゃん。なるほど、なるほどね。なるほど、まあ、一応メイヤさんです、インポスターは。目的地に到着しました。変なカーナビおるな。そう、なんかカーナビってさ、やっぱ古いとさ、なんかわけわかんない道とか通すじゃないですか。確かに。ポンズのやつって多分2001年ぐらいのやつのデータが入っちゃう。めちゃくちゃ古いやんけ。だいぶ前な。めちゃくちゃ古いデータなんですよね。だから多分間違えて僕のインポスターセンサーに反応したのか、僕のことを示したんだけど、古いナビなんで間違ってますね。本当ですか。なんで片言なの。おめえ日本製じゃねえな。目的地ラウンジに設定したんですけど、なかなかつけなくて、でもインポスターに設定したらすぐついたんで、多分インポスターで。そうですよ。まあでも波動砲打った人は足湯さんです。いや、僕ではないです。ネロちゃんのダウジングはなんかどう言ってんの。それはこれはご縁なんでわかんないです。ご縁の方か。あ、でも催眠術効きそうだよね。そうです、確かに、聞いてみるか、足湯さんに。ちょっと一旦待って、待っていいですか。一旦待とうか。わかりました。足湯さんもう波動砲あれですよ、打っちゃダメですよ。なんで俺に言ってんだ、俺。おい、なかなかたどり着けない。誰だ俺に。おかしいだろ、これ。なんだろう。これ。大丈夫か、たどり着けますか、おじさん。ラウンジどうしても行きたい人がいるらしいんですよ。ほら、探したいみたいで。じゃあ一回ラウンジ行きますか。一回ラウンジ行こうよ。ラウンジどっちですか。ラウンジどっちですか。一旦ね。左って書いてますでも。いやでも右だね、確かに左にバツついてるけど、地図用見たらついたけど、ついたよ。逆なんじゃない、それだから地図。それ逆なんじゃないの、それ。あ、逆だ。あ、これがラウンジだ。あ、逆だ。そう、そこだよ。あ、でも違う。ちょっと、僕はどうかって調べてくださいよ。あなたが、これから本当のことしか答えられない催眠をかけます。よろしいですか。わかりました。はい、いきますよ。これ見てると自分をかかっちゃうやつや。
あ、はい、あなたは催眠にかかりました。はい、あ、かかったのかな。はい、はい、足湯さん、あなたは女性ですか。はい、あれ、はい、なんか、ええー、そんな女性の足湯さんにお聞きします。はい、あなたは波動砲を打てますか。いいえ。あ、あポンズ生きてんの。なんでこれポンズ生きてんの。なんでポンズ生きてんの。ネロちゃん、なんでポンズ生きてんだお前。あシズリはここに宝があるって書いてあります。波動砲があったよ、波動砲が。連れてって、みんなで連れてってあげるよ。こう行くと目的地が。あー、すごい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 。アップデートされた、アップデートされた、アップデートされた。あ、いいね、いいね。ナビがアップデートされた。ナビがアップデートされた。目的地に到着しました。あー、目的地です。敗北エンドだ。